明日5月の第2日曜日は母の日です。そこで東京タワーで来場者にカーネーションがプレゼントされました。これは東京タワーが母の日を記念して行ったもので、東京タワーの高さ333メートルにちなみ、展望台に登った先着3333人にカーネーションの花が1本ずつプレゼントされました。思いがけないプレゼントに来場者は、思いがけずだったんで嬉しいです。やっぱ嬉しいございますね、はい、東京タワーでは日頃お母さんへの感謝の気持ちを言い出せなかった人や素直に表せなかった人も、このカーネーションプレゼントをきっかけにしてありがとうと言葉で伝えてほしいと話しています。このカーネーションプレゼントは明日も先着3333人に行われるということです。